ご視聴ありがとうございます。今回は爆安フィギュア開封です。こちらになります。はい、ファットカンパニーさんでからかい上手の高木さん3期ですかね、高木さんワンピースバージョンになります。でこれがですね今アマゾンで7980円で販売されてます。でアニメイトなんかでも7900円です。 50% オフみたいですね。まあでもこれ6分の1スケールなので結構大きいフィギュアなんですよね。まあそれがだいたい8000円くらいで買えてしまいます。爆安ですよね。まあでもレビューとか見ても評判良さそうなのでちょっと買ってみちゃいました。今回はこちらをサクッと開封見ていきたいと思います。よかったら見ていってください。はい、ではですねまずパッケージから見ていきましょう。こんな感じになってます。うん、まさによくありそうな箱、安心感がありますね。中身が見えて潜在画像バーンなベーシックなパッケージとなっております。では開けていきましょう。で今回なんですが、開封レビューってほど詳しくはやらずに、サクサク見ていきたいなと思ってます。では見ていきましょう。まずは台座ですね。別パーツになってます。では本体に行きましょう。でこのまま台座に取り付けちゃいます。よし。であとはこれだけですね。麦わら帽子です。これを頭に乗せてこんな感じでしょうか。これでもう準備完了になります。はい、完成しました。いや組み立ても簡単でしたね。まあ、ただ帽子がマグネットとかでもないのと、あと位置が合ってるかよくわからないんですよね。まあ、多分大丈夫だと思います。はい、ではですねまずいつも通り全体をいろんな方向から見ていきたいと思います。こんな感じになってます。ですいません、最初の帽子の位置逆だったかもです。まあ、多分今が合ってると思います。分かりにくいんですよね。はい、ということで今回のフィギュアなんですが、からかい上手の高木さん、高木さんです。で、まあ、やっぱりこのキャラってっていうのは制服の印象が強いと思いますけどね。まあ、今回はワンピース姿でのフィギュア化となりました。でファットさんって多分高木さんのフィギュアもう3体目くらいだと思うんですよね。制服姿でも2体発売されてると思います。でどっちも結構高騰してるっぽいんですよね。で特に机に肘をついて西方を見てるっぽい、まさに高木さんっていう感じのフィギュアも発売されてるんですが、多分それ1万5000円くらいが今だと4万円前後くらいまで高騰しちゃってるっぽいです。すごいですよね。まあでも安心してください、これは8000円で買えちゃいます。高騰しないうちにもうぜひ買っちゃってください。まあ、多分高騰しないと思いますけどね。はい、ではですねお次回しても見ていきましょう。で詳細はこんな感じになってます。で最初にも軽くお伝えしましたが、今回のフィギュア6分の1スケールです。で全高も24センチくらいありますので、まあ、小柄な印象の高木さんではあるかと思いますが、結構大きいフィギュアだと思います。でそれが、まあ、定価1万5800円が今だと8000円くらいですからね。いや満足度はかなり高いんじゃないかなと思います。もうすぐ謎の実写映画も控えてますからね。また盛り上がるかもしれませんので、ぜひ今のうちに押さえておいてください。まあさすがにそれはないですかね。はい、ではですねお次少し近めにも移していきたいと思います。でまずお顔はこんな感じになってます。どうでしょうか。まあだいぶ大人っぽい雰囲気ありますよね。下唇とかもツヤありになってます。まあでもこれはこれでとても可愛いんじゃないかなと思います。で帽子なんかも細かい造形がいい感じですよね。で撮るとこんな感じになります。2種類で楽しめちゃいます。ただちょっと色移りだけは心配でしたかね。で髪の流れとかも動きがあってとても良かったです。はい、で衣装、ワンピースなんですが、見事なまでのぺったんこ、
まあ、中学生ですもんね。まあ、これなら YouTube AI も余裕のスルーでしょう。でかなりシンプルめですが、あのブルーのシャドウなんかも入っていて、すごい爽やかな色味にもなってますし、下はスカートを別で履いてるんでしょうか。このターコイズブルーみたいな色も爽やかでいいですね。あと白いパンツもちらつきます。爽やかですね。違いますかね。はい。で肌色もマットでとてもいい色味だと思います。爪なんかもツヤが入ってますし、関節もピンクのシャドウが吹かれてます。で履いている靴、あのこれは半光沢みたいな質感になってました。で台座はこれ草原とのことですね。まあ一パーツなので若干チープめかもですが、しっかりグラデーション塗装なんかにもなってます。はい、そんな感じにできてました。でこれもともと定価15,800円ですからね、多分13,000-14,000円くらいで予約もできたかと思いますし、もともとすごいコスパも良かったんじゃないかなと思います。でしっかり可愛くできてますしね。まあ、幼さっていうのはだいぶ弱くて好みはあるかもですが、あのこれってこのフィギュアのために書き下ろされたアニメイラストをモチーフに立体化してるそうですね。あのちょっと元イラスト見つからなかったんですが、まあ、きっと大人びた高木さんだったんでしょう。どうでしょうか。まず間違いなく言えるのは、8,000円で買えるフィギュアじゃないですね。いや、とてもいい買い物ができたんじゃないかなと思います。はい、ということで、もうさっくり終わりにしたいと思います。いかがでしたでしょうか。この動画面白かったらぜひとも高評価ですとかチャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。でたまにこんな感じでセールフィギュア開封みたいなのもやったりしてますので、ご興味ありましたらぜひまた見に来てください。でこちらのフィギュア今約半額ですからね、よかったら商品もチェックしてみてください。はい、では以上になります。今回はからかい上手の高木さんワンピースフィギュアの開封動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。